どうもこんにちは、ベノキ共同店のおさないです。実はですね、ベノキ共同店始めて1年ぐらい経つんですけれども、縁あってですね、なんと古民家を手に入ることになりました。かなりですね、破格の金額でですね、ご提供いただきまして、所有者の方には本当に感謝してるんですけれども、これから少しずつですね、リノベーション、DIY して、きれいにしていきたいと思います。で、急遽ですね、ドアが、だいぶ破損しまして、もう雨風をしのげないようなところが発生しているので、とりあえず応急処置で直していきたいと思います。はい。修理しなければいけないのがここの扉です。もう沖縄やっぱり湿度高いし、虫も多いのでですね、こんな風にちょっと腐れてしまいまして、とりあえずここを補修しないと、この扉閉まらないと、台風の時もやばいので、なんとか直そうと思います。今回やってみて分かったんですけど、iPhone 片手に撮影しながら作業ということで、とてもやりづらかったです。で、丸のことかノコギリですね、キックバックしてこう怪我したりもするので、皆さん真似はしないようにお願いします。よし。おー、今度こそいいんじゃないですか、これ。結構綺麗になってるでしょ。ということで一応完成しました。余った木材、角材でですね、補強も加えてます。はい、ということでドアの補修でした。とりあえずの処置なので、いずれかちょっとちゃんと差し付けてアルミのドアにしなきゃなと思ってますけれども、またちょこちょこ直していきますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。